これはただの喜劇。喜劇でありたいと願った道化が自由に踊り、自由に歌う、とっておきの茶番。だから、そう、これは道化の喜劇に違いないの。空、夜、ここ目が覚めたか？君は、動かない方がいいぞ。かなりの怪我だ。相当痛ぶられたんだろう。おまけにそんな体で下水道の中を進んだときた。破傷風の方は俺の力で防いでおいたが、まだおとなしくしとけ。なあ、君は、確か、クロッゾ。ああ、鍛冶師のクロッゾで、お前たちを助けた命の恩人ってやつだ。お前たち？あ、彼女は、オルナは。目覚めて早々、自分ではなく他人の心配？呆れた偽善者ね。オルナ、無事だったのか。当たり前でしょ。私は怪我なんてしてないもの。あなたの方がずっと重傷だったんだから。心配してくれていたのか。ありがとう。しかしここは王都の外の荒野か。ああ、さらに言っておくと王都からはだいぶ離れてる。ここなら火を焚いていても王都側から見つかる心配はまずない。本当はベッドのある部屋が良かったんだろうが、訳ありなんだろ。お前の連れからも都から出るようにせがまれた。まずは礼を言わせてくれ。見知らぬ私たちを助けてくれて。私はアルゴノート。ああ、そこの女から聞いた。いつもふざけてやかましいが、気がついたら目が離せなくなってるやつだってな。そんなこと言ってない。もう覚えてもらってるみたいだが、俺はクロッゾ。売れない鍛冶師をやってる。今王都ではしょっちゅう戦争をやってるんだろう。なら俺の作品でも売れるんじゃないかと思って訪れたんだが、少し面倒に首を突っ込んじまったようだな。それは魔物。しかもカズが、くそ、こんな時に。ああ、お前たちは休んでも、俺が全部やる。全部って、どれだけいると思ってるの？無茶よ。まあ見てろ。体から火の粉が。私たちを助けた時の炎の光と同じ。後で説明してやる。さあ、行くぞ、ウルス。やれやれ、諦めないで。調整が難しいな。
その調子。お、来るのか。魂を込めよ。あっという間に、しかもあの炎、フィーナの魔法と同等、いやそれ以上強すぎない？デタラメよ。だが待ってくれ、どうしてエルフでもないあなたがそんな力を。前に魔物から精霊を助けたことがあってな、そこでしっかり死にかけたんだが、よりにもよって助けた精霊から血を分け与えられて息つないだ。こんな体質になったのはそれからだ。精霊の血？ああ、今じゃエルフでもないのに魔法が使えるし、本気で作った武器は炎や氷なんかが出るようになった。精霊の奇跡。これが俺の力で、秘密ってやつだ。じゃあ次はお前たちの事情を教えてくれ。まだ聞いてなかったからな。一応これでも命の恩人なんだ。聞く権利くらいはあるだろ。ああ、確かに話さないのは不義理をなすところだ。実は、なるほど、そんなことが。なんて冷静に受け止められるわけないだろう。ミノタウロス？生贄？おいおい、オートってのは楽園じゃなかったのか。意外にノリがいいわね。全て事実だ。だから私もすでにオートでは極悪人扱いされている。信じるかはあなた次第だが。信じるさ。これでも人を見る目はあるつもりだ。お前たちが嘘をついているようには見えない。それでどうするつもりなんだ。王女の他にもお前の妹も都に残っているんだろ。時間をちょうだい。まだあれから一日も経ってない。こうなってしまっては私も王都から追われる身。衝動的にこんな男をかばって今は後悔しているんだから。にしては海外しくこいつの看病をしていなかったか。してない。まあ確かに時間は必要だな。俺が火の番をしとくから、お前たちはもうしばらく休んどけ。すまない。そしてありがとう。本当に。何、旅は道連れ、世はなんちゃらってやつだ。オルナ、まだ起きているか。話がしたい。ええ、分かったわ。俺はここにいる。あんまり遠くに行くなよ。ああ、すまない。それで何話って。オルナ、私はやはりミノタウルスを倒す。フィーナも助けて、ユーリたちにも詫びを入れ、そして姫も救い出す。方法は、何か考えはあるの？やり方はまだ思いつかない。だが倒さなければならない。たとえ手段があったとしても、私は言うわ。アルゴノート、あなたではミノタウロスを倒せない。ええ、私は何度でも言う。あなたは英雄の器じゃない。怪物を打ち果たす物語の英雄にはなれない。万人を救う英雄には、決して。じゃあ、やはり私は一を取ろう。え？本当は私もわかっている。いや、私が一番わかっている。アルゴノートは英雄にはなれはしないと。
アルゴノートには資格がない、素質がない。アルゴノートという男はできたとしても1しか救えない。だから100を救うのは他の者に任せる。何を言っているの？苦渋の決断を前にしていつも思う。1か100か選択を迫られた時、なぜ選択するのは当の本人だけなのだろうと。なぜそこに手を貸せる誰かが居合わせないのだろうと。1が切り捨てられた時、他の誰かが1を救えばいい。一人に任せるのではなく、みんなで立ち向かえばいい。一人では割と何もできない。でも二人ならできることがある。三人ならもっと。みんなとなら、それこそ何でも。自分は1しか救えない。だから他の誰かに任せる。それ、究極の他力本願だと分かってる。なあ、私が誰でも救える英雄であればよかったんだが。呆れた。そうかな。100を救える英雄は必ずいる。ならば私は彼らが切り捨てた1を救える男になりたい。そして私が今救いたい1は君だ、オルナ。ミノタウロスを倒さないと100が救われても君は救われないから。君が笑えないから君の笑顔を見たいんだ。何よそれ、いきなり愛を誓うみたいに。そんな。そして同じ理由でアリア姫も救う。あ、生贄を食い止める。彼女の笑顔を見る。それが今の私の理想だ。これ以外は認めない。一じゃなく二になっているわ。ああ、本当だ。じゃあ私は1しか救えないアルゴノートから2を救えるアルゴノートにならなければ。あなたって本当に道化よ。いえ、最低男。いきなり変なこと言って惑わせて。好きにすれば。どちらにせよ私はあなたを止められない。私はあんな歪んだ国滅んでしまえばいいと心の中で思っていたけれど、たとえ滅ぶとしても、それは歪んだ国ではなく、人として生き抜いた国であってほしいと、そう思っている。どちらにせよ、私は何も変えられなかった。だからあなたが何をするのか、この目で見守ることにする。せいぜい頑張れば。ああ、ありがとう、オルナ。どうしたんだ？とても非難がましく睨まれてるような気がするんだが。起きてからずっといつもと様子が違う。何よそれ。道化のアルゴノートはどこに行ったの？調子が狂うわ。そうだったか。そうかもしれない。疲れ果てていたせいかな。少し待ってくれ、調子を取り戻す。普段の道化は地の性格ではなく仮面だったということね。何を言ってるかわからないな。私はいつだってアルゴノートだ。よし、調子復活。オルナ、今日はもう休もう。ぐっすり眠るんだ。なーに、一晩経てば明暗も明暗も浮かんでくるさ、多分。陽気で楽観的、やかましいアルゴノートが帰ってきた。それが私だ。だから綴るぞ、英雄にし。アルゴノートは惨めな失敗から立ち上がり、凶悪な魔物を倒す決心をした。変わった鍛冶師と占い師を得て。
日も昇ったが、それで、これからどうするんだ？なあ、ぐっすり眠りながら夢の中でずっと考えていたんだが。どれだけ器用なのよ。精霊の祠へ行くというのはどうだろう。精霊の祠？ああ、噂で聞いた。王都の地のいずこかに精霊が眠っていると。そこへ赴き、精霊からすごい力をもらおうという簡単な話だ。あなた、私を何度呆れさせる気？言っとくけど、あれは王都では伝説扱いよ。真偽を確かめるため、兵が何度も派遣された記録が残ってる。それでも一向に見つからなかったんだから、きっと眉唾者よ。噂の出どころは？伝説の起源は？誰も見たことがないとしながら、祠という具体的な文言があるのは不可解だ。私はそこに真実味があるような気がする。確か、空から舞い落ちる光を旅人が見て、行った先にあったのが祠だったという話だった。当時、魔物の支配が一時的に弱まったことから、精霊が降臨したのではないかと誠しやかに囁かれて、それだけだったはずよ。まだ他に手がかりがあるはず。思い出すんだオルナ、頑張れオルナ。何だったら占いで場所を突き止めるんだオルナ。無茶を言わないで。お目当ての祠かは知らないが、精霊ならこの辺りにいるぞ。え？体の血が反応してる。俺を救った精霊のご同族が間違いなくいるんだろう。え？本当？誠に？ちなみに案内とかできます？なんで敬語なんだ。普通にできるぞ。計算通り。見たかオルナ、これが出会いの力というやつだ。嘘でしょ。この出会いもきっと神のおぼし召し。いざ行かん、聖なる精霊の祠へ。おお。なんていい加減なパーティーなのかしら。一勝負だ。調整が難しいな。やれやれ、勝因選択。大盤振る舞いだ。やれやれ、諦めないで。調整が難しいな。やれやれ、手を貸してあげるわ。待ってください。魂を込めよ。僕の手だぞ。勝負だ。僕の手だぞ。終わりだ。やっぱり強い。その上精霊も見つけられるなんて、どれだけ規格外なのこの男。すこぶる助かってるし、いいんじゃないかな。君も力を貸してくれてすまない。自分で言うのもなんだが、こんなにうさんくさい私たちに。あなたと私を一緒くたにしないで。なに、乗りかかった船だ。そっちの話を聞いた時点で最後まで付き合う覚悟くらいはしてる。それにお前たちといると楽しそうだ。それよりお前のことはアルって呼んでいいか。アルゴノートだと呼びにくくてな。構わない。むしろ親しい者は皆私のことをアルと呼ぶ。そうか、じゃあ改めてよろしくな、アル。
ああ、クロッツォ。これが男の友情？熱苦しい。と言いつつ羨ましがってるオルナ君、少し話をいいかな。羨ましがってない。で、話って何？精霊の祠に行くと決めたが、悠長にしている時間はないはず。姫がミノタウルスの生贄となるまでどれだけ猶予がある。大きな食事の後、あの魔物は必ず長い眠りにつく。王女は戦争が終わった後捧げられる予定だった。時間はまだある。そうか。しかし君は本当に何でも知っているな。やはり国の暗部に関われるほどの占い師ということか。私に星を見る力なんてないわ。無論国の未来も占えない。ではなぜ君は要人として国に迎えられている？さあ、こんな役立たずが生かされている理由なんてこっちが聞きたいくらいだわ。ただ私を鳥籠に閉じ込めておきたい者たちがあそこにはいる。それだけ。オルナ殿は見つかったのか？申し訳ありません。おそらくは手を貸したと思われる旅人、そしてアルゴノートと共に都の外へ逃れたのではないかと。このふぬけどもめ、早急に兵を放ちオルナ殿を見つけ出すのだ。おお、私が行く。オルナは私が。黙れ。貴様のような獣を一匹放っただけで見つかるものか。兵どもに任せておけ。任せる以外に方法などない。それより英雄候補どもを見張っていろ。道家とその妹に情を移した連中は何をしでかすかわからん。己アルゴノート、おとなしく始末されるのを拒むだけでなく、あれを連れ去るとは。許さぬ、絶対に許さぬぞ、アルゴノート。この辺りだな。樹海に突っ込み、谷を渡り、滝を越えて、とてもではないが、人の立ち入る領域ではない。こんな場所、王都の探索隊も近づくはずないわ。魔物とも何度出くわしたことか。こっちに気配があるんだからしょうがないだろう。それに精霊っていうのは卑怯ってやつを好むらしいからな。こういういかにもなところの方がらしいってもんだ。祠ではなくて洞窟じゃない？この先にいるってことだろう。準備はいいか？ああ、行こう。何としてでも逆賊の手がかりを探し出せ。王都から遠く離れた場所には行けていないはずだ。兵士長、お体は大丈夫なのですか？オレナ様に切られた傷がまだ。それどころではない。王の不況を買った今、このままでは我々が化け物の餌になるぞ。あのような王都の闇に飲まれてたまるか。何としてでも見つけ出さなくては。兵士長、こちらへ。野営の後、利用した形跡からして人数はおよそ3人。アルゴノートたちだ、間違いない。でかしたぞ、足跡を追え。この先にアルゴノートたちがいる。はっ。
洞窟自体は天然のもののようだけど、この青白い光は何？洞窟の中なのに視界が十分に効く。せっかく用意した松明もいらなくなってしまったな。それにどこか神秘的にも感じる。精霊の魔力ってやつだな。ここに住み着いたことで洞窟全体に行き渡ったんだろう。おかげで良くないものも引きつけちまってるようだけどな。魔物、それに王都の周辺では見ない種類。道中の怪物連中とは一味違いそうだ。俺が前に出て叩く。ああ、私は後方支援に徹する。オルナさんも果敢に前へ出てどうぞ。あなたも戦いなさい。さあ、大盤振る舞いだ。いや、本当に強い。もしかしなくてもクロットさえいればフィーナも姫も助け出せるのでは。さすがにそれは他力任せすぎるでしょう。英雄云々以前に人として問題があるわ。それに彼の力、制限がある気がする。制限？あの精霊の力が。うまく言葉にできないけど、要所でしか使っていないというか、彼の身に宿る精霊の面影自体が攻守を戒めているような。言われてみれば砲撃を放てば楽に片付くのに、できるだけ剣で相手取っている気が。あ、やべ、抜かれた。割と絶望的な数の魔物がこちらに迫ってくる。オルナ、逃げろ。ちょっと逃げないで何とかしなさいよ。あなた、ミノタウロスを倒すんでしょ。そういえばそうだった。よし、オルナ、おとり作戦だ。君は餌に、私は逃げる。アルガノート！あ、しまった。フィーナといる時の癖でつい。あなたはクズよ、アルゴノート。本物のクズ。クズ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 。アホー、いけない何かに目覚めそうだ。ふざけてないで真面目に戦おう。諦めないで。お、来るのか。あまり期待はしないでおくわ。大丈夫か、アル。ああ、助けるのが遅くなって悪いな。数が多くて手間取った。しかしこの洞窟に住み着いてる精霊、これはわざと魔物を呼び込んでるな。魔物を呼び込んでる？どういうこと？試練ってやつだ。精霊の中には自分に見合う伴侶を選ぶため障害を用意する奴らがいるらしい。自分に会いたければ力を示せっていうやつだな。力を見極める儀式ということね。意地が悪いけれど、やはり根源的に精霊は私たちに力を貸す存在であろうとしている。そこら辺は俺もよくわからん。とにかく先へ進めばどんな精霊がいるかはわかるだろう。行こうぜ。どうした？さっきから黙り込んで。ああ、いや、フィーナの時も常々思っていたことだが、無様に助けられる自分を不甲斐なく思っている。これは本当に嫌味とかではなくて、偽らざる気持ちだが、クロッツォ、
君は英雄のようだ。英雄？俺が？君はすごい。一人で魔物の大群を追い払えるし、炎も出せて、本当に物語の英雄のようだ。俺なんてつまらない人間だぞ。あっちこっちフラフラして作った作品が売れなかったら落ち込む。ただの鍛冶師だからな。かけてもいい。俺の名前がもし後世に伝えられても、決して英雄とは称えられないはずだ。そんなことは。俺は自分の命を思うように使いたい。そして、人類が滅んじまうなら、それはそれでしょうがない。そう思ってる。消えるなら消える。残るなら残る。すべてがあるがまま。俺はそんないい加減な人間なんだ。俺はな、ある。武器と一緒なんだ。武器と？さっきも言ったように、俺は世界を救おうなんて大層な器じゃない。平凡に輪をかけたつまらない人間だ。俺が何とかするのは目の前のことくらい。だから、俺が助けてやりたいと思ったなら、俺はそいつの仲間になるし、武器になってやる。世界なんて救えないが、俺を振るってくれる奴の力にはなれる。つまり、そういうことだ。クロッツォ。それにな、俺の力なんてほとんど自分のものじゃない。もし俺みたいになりたいって言うなら、まずは精霊に認められないとな。ここが洞窟の最奥部ということは、あれが。ああ、間違いない。あれが祠だ。精霊はあの中にいる。美しい光、これが精霊の。反応してるぜ。アル、呼んでみろよ。面倒な試練を乗り越えてここまで来てやったってな。私はアルゴノート。友の力と知恵を借りここまでやってきた。私にはなさねばならないことがある。そして救わなければいけない人がいる。故に精霊よ、姿を現したまえ。どうか私に力を。とうとう私の前に精霊が。美女か、美少女か、それともべっぴんさんか。よくぞここまでたどり着きました、英雄アルゴノート。さあ、今より私と永遠の契りを。来る！私の時代来ちゃう！ねえ、さっきから変な音が鳴ってない？鳴ってるな。ヤバそうで不穏そうなのがバチバチだわ。え？ハハハハハ！呼ばれて飛び出てジャ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 ーン！とうとう出番よ我が家の春！今から始まるわしの地雷！あ、なんじゃ？わしを呼び出したのは可愛い子ちゃんじゃないではないか！ち、期待して損したわ。この耳に触るダミ声は野郎だな。稲妻をまとっているところから、イカ土の精霊みたいだが、雰囲気からしてジジっぽい。
しかも光の奥にうっすら見えるあの姿、筋肉もりもりでやけにガタイがいいジジイだ。我が名はジュピター。わしを呼び出したことをしびれるくらい後悔させてやるわ。え、嘘、やだ、精霊って女の子しかいないんじゃ。そんなことありません。ノームとかヒゲモチャのおっさんもいます。べっぴんな女子とか期待しとったか。あ、期待しとったんじゃろう。あ、残念でした。チェンジで無理。クーリングオフ不可。どうすればいいの。何を言ってるのか全くわからないわ。とりあえず全力で関わりたくない類の精霊ってことはわかった。俺はウルスでよかった。はい、そこの好き放題言ってる二人。言っとくけど、わしベラボーに強いから。ああ、精霊の中でも最強の部類じゃから。なんせ大神に類する大精霊じゃからの。うわははははは。大精霊、またとんでもない精霊が眠っていたわね。でも精霊って自我が薄いのではないの。そんなことより、アルが地獄の底に突き落とされたウサギみたいな顔してるぞ。お、よく見ればそこにいるのは褐色美少女ちゃんではないか。へい、そこのガール、お前さんがわしの契約者にならない。結構よ、全力で結構よ。じゃあしょうがない。まギリギリ中性的というか可愛い顔しとるし、契約者はこの鼻垂れ小僧で我慢してやろう。え、勝手に契約することになってる。喜べ契約者よ。この大精霊自ら剣となり、お主の武器になってやろう。一度我が剣を握ればその者は神の恩恵を授かったがごとく超人の力を手にすることができる。我が奇跡を受け取るがいい。いや結構です。大丈夫ですから帰ってください。お願いします。これより我らは一心同体。わしが砕ければお前は死に、お前が死ねばお前だけが死ぬ。聞いて、お願いだから話を聞いて。ブハハハハハハ、行くぞ、トランスフォーム。剣が宙に。黄金の光をまとった剣、雷帝の剣ってところか。ああ、私が振り回されるなんてとんでもない精霊だ。勝手に契約されて剣となって、未だに理解が追いつかない。この音は。どこぞの団体さんがこっちに向かってきてるようだな。それも結構な数だ。まさか。見つけたぞ逆賊アルゴナート、そしてオルナ様。王都の兵士たち、野営地から痕跡をたどられたか。無活だったな。洞窟の障害もちょうど俺たちが潰しちまったし。私にことごとく恥をかかせおって、貴様らはここで地獄に落としてやる。凄ましい兵士の数、逃げ道もない。このままでは。アル、抜け、その剣を。
そのためにここまで来たんだろう。英雄ってやつになるために。ああ、そうだった。エリ好みしてる場合でも、シロ子の言ってる場合でもなかった。ジュピター、私はお前を抜くぞ。お前を抜いて理想を遂げる。お前をもって姫たちを救う。何を言っている、わけのわからぬことを。やれお前たち。力を貸せ、雷帝の剣よ。お、来るのか。その調子。やれやれ、あまり期待はしない。大盤振る舞いだ。大物だな。諦めないで。全滅。あるほどの兵士が一瞬で。イカズチを身にまとって早すぎる。それに一撃の威力だって。こりゃすげえ。バカな、バカな。えかアルゴノート。私これは精霊の力。私が敵をボコボコにする日が来るなんて、精霊すごー。上機嫌だな。これならできる。姫を助け出すことも、ミノタウロスを撃つこともきっと。さあ戻ろう。全ての決着が待つ。おっとり。